こんにちは、トベです。ご視聴ありがとうございます。今回のテーマはインサイドアウトを身につけよう練習編です。前回の動画でインサイドアウトはバッティングのファーストステップで本当に大事なんだということをお伝えしました。その大事なインサイドアウトを身につけるために僕がやった練習方法を今回は紹介していきます。ちなみにインサイドアウトとはバットが内側から外側へと向かっていくスイングとしてお話ししていきます。まず最初に自分がやっていた練習方法素振り編としては、まずベース上にこのバッテンを作ってもらって、そのバッテンをなぞるようにスイングしていました。イメージではバットの芯をなぞるようにスイングするのがいいかなと思っていて、僕がこの素振りを始めた時はまずは自分がどんなスイングの軌道しているのかなっていうのを確認して、そしたらこのバッテンで遠回りの外から内へ回ってくるようなスイングの軌道になっていたんですよね。そして最初のうちは意識づけのためにゆっくり大げさにやってインサイドアウトを身につけてほしいなと思います。この練習方法は道具も何もいらないのでどこでもできると思います。なかなかね、打つ機会がないという方はこの練習方法でインサイドアウトの意識だけでも身につけられればと思います。次に練習なのでティーバッティングができるときは、まずはボールの内側を打つことを意識して練習していました。これね、ボールの内側を打つためにはやっぱりバットを体の近くからね出さないとボールの内側を打てないんですよ。そして基本的にはそのまま反対方向に飛ばすように打っていました。そしてできることならなんですが、ティースタンドを使ってほしいんですよね。おそらく大体ティーバッティングというと、斜めからトスされたボールを打っていると思うんですが、こちらの僕が上げた動画で、落合博満さんが書かれた本を要約した動画なんですが、斜めからトスされたボールを正面のネットに打つということは、極端に言ったらファールを打つ練習をしているものだっていうふうにおっしゃっていたんですよね。トスしてきた人に打ち返すのが、それは正しいセンター返しというふうにおっしゃっているんですよね。最近の SNS で、ティースタンドや正面から投げたボールを打っているっていう映像があって、まあ、できればこういう練習が効率的なのかなというふうに思っています。なので、ティースタンドがあるという方は、ぜひティースタンドを使って練習してみてください。でね、ティースタンドを使えば、いろんなコースとか打てると思うんですよね。で、いろんなコースを打って、いろんなコースの内側から出るスイングっていうのを身につけてほしいというふうに思います。さらにプラスで自分がネットのどこに打っているのかっていうのにも目をつけてほしいと思っていて、まあ、もしもねネットの同じところに打ち続けることができれば、それはバットコントロールも身につけますので一石二鳥なんじゃないかなというふうに思います。で、次にフリーバッティングの時は、まあ、この時も内側を打つ意識をしていたんですが、なるべく反対方向に打球が飛ぶように打っていました。まあ、コースで言うと、外から真ん中ぐらいまでは反対方向で、一応僕は左打ちなんですが、ベストとしては左中間でした。右打ちの方はできれば右中間がいいかなと思います。ちょっと余談なんですが、カープの鈴木誠也選手が、堂林選手に右中間をセンターだと思って打てっていう風にアドバイスされたそうで、この意識を持つと、やっぱり内側を打って反対方向に飛ばそうという意識がつきますので、2020年のシーズンで堂林選手が活躍したのは、これ一つ一因があるんじゃないかなと僕は思っています。で、話を戻して、真ん中付近のボールを引っ張り方向に打ってしまうと、すぐに力んでしまったり、体が開いちゃったりっていうのが身についてしまうんですよ。もちろんこれは僕の経験談なんですが、まあ、インサイドアウトが身につき始めてから打球が少しずつ飛ぶようになったんですよね。で、そこから調子に乗って少し無理に引っ張るようになって、そしたらすぐに打てなくなりました。体が開くなどの悪い癖がついちゃって、一試合で3三振した時はもう完全に心が折れちゃって、その時から改めてボールは内側を打とうっていう意識が身につきました。やっぱり飛距離が伸びていく反面、そういう力んだりっていう魔力がありますので、ぜひ気をつけてください。そして、とはいえインコースに来たら思いっきり引っ張ってほしいんですよね。とはいえ忘れないでほしいのは、インコースでもインサイドからバットを出して引っ張り込みましょうということです。最近ではちょっと高いんですけど、道具に頼るのもありなんじゃないかなと思っています。まあ、インサイダーバットだったり、カウンタースイングだったり、いろんな道具がありますので、ぜひご検討ください。ちなみにカウンタースイングは結構おすすめでした。クラブチームに所属している時なんですけど、監督が買ってきてうまくできるまでずーっとやってました。あと T とかで正面に体を向けて打つっていうのも、まあ、強制的に内側からバットが出るのでおすすめの練習方法です。今回紹介したのは僕の練習方法で、調べたら他にもたくさんいっぱいありますので、ぜひ調べてみて自分に合った練習方法を見つけられればと思います。本当にですね、インサイドアウトを身につけるとどんどんフォロースルー大きくなるんですよ。そしてスイングの見栄えも良くなってきて、めちゃくちゃかっこよくなってきますので、ぜひインサイドアウトを身につけてください。インサイドアウトが身についたっていう自信が出てきたら、前回の動画でお話ししたインサイドアウトチェックをやってみてください。ちなみにチェック方法としては、棒やボールを前に投げてセンター方向や反対方向に投げれるかってことでした。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。大体普段からバッティングについてお話ししてますので、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンポチっていってください。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。仕事。